さあ勝負決定戦、 1P 側が RCK、 2P 側が馬、今回ランダム2オンだったんでね、称号は僕が持ってるんですが、その称号戦への切符をこうチーム内でやってもらおうっていう感じです。こちらもルールは一緒で2本選手で、勝った方はこの後僕と2本やってもらうので結構しんどいですね。さあまず攻めているのは馬、緑色のスカートが馬、そして山吹色が RCK。 さあ強パン対空、さあこれでお互いゲージが満タン。さあさすがに AR 戦では馬がちょっとこうリードしている感じですが、 AR 戦はかなりわからないところがあるんで、ワンチャンが大きすぎるっていう。さあ中段ガーキャンが出ない。そして少年先方、まずは馬、あの僕今回もまた称号戦 AR となんですか、前回前田で、今回前田さん来てないですけどね。さあ中堅は白いベガ RCK、 さあここで馬桜がどう動くのか。さあヘッドに足しっかり大岡で潰したが、ガードして桜のゲージが溜まってしまう。パンコパンコ足証券置き攻めは安全な連携、そしてゲージを回収、発動しゃがんでした、勝ち勝ってた。さあ少年決めてしっかり50ヒットオーバー、54ヒットで殺しきる。さあ馬が始まっている、 AR 戦美味しいですよと、皆さんこれが作業なんですよと言わんばかりに、さくらがガンガン前に出て先に大将を引きずり出したのは馬。さあさあ強肩差し込む、この通常技の使い分けがうますぎる。そして空爆はしっかりガード、さあ削って投げるが桜のゲージが溜まってしまう。上入れっぱで電撃すかして旋風で固めて、しっかり電撃には旋風で立ち返して、そして少年ボタン繋がってないけど割り込みづらいんです、あの連携。そしてしっかり50ヒットオーバー、51ヒット弱小。さあそろそろ人目が入ってきたか。さあスタッシュジャンプから強肩差し込んで、ここでやっと巻き返す RCK。 そして出てくるのは馬の赤いベガ、むしろ青い場でありますよ。さあ中堅、さあサイコで逃げて中堅差し込む、サイコ壊し壊し刻んでバックジャンプ強肩に逃げる。さあ、まあ、あとは往復サイコだけでいいはずなんですけど、馬はそんなことはしないよと、いろいろ残してから死んでいくんだよと言わんばかりに、あとはサイコを撃つんですね。さあフライング、やはり垂直ジャンプにもサイコ、サイコ決めて、まず1本は馬。さあ称号戦2本目、先にリーチをかけたのは馬、色は同じですね、山吹色が RCK、 緑色が馬、案内料です。さあ強パン対空、強肩壊しから小剣ゲージ回収、試合が動く。さあ旋風剣を当てて小剣ゲージ回収、先にゲージを貯めたのは RCK、 ここは電車発動ガーキャン、裏回りガードして旋風連携、弱小対空見ている大谷はあれが一番いいんですよと、押し投げて押し攻めはおっと今の弱小は暴れつぶしか投げつぶしか何なんでしょう。さあ投げは投げ返す、さあ配速暴れで潰す、さあここはガーンと前転で抜けて、もちろん発動、さあゲージを使ったが安全に倒しに行く。先方まずは馬、さあ中堅ベガ対サクラ、さあ瞬風ガードして強パン反撃、甘い、
さあコパンから一瞬様子見、そして置き攻めはめくれガードス、ここで発動するが、これは痛い、ゲージを使わされた。 UK を振ってゲージを回収したいが、相手に技が当たらないとゲージがたまらないんです。そして発動正連バーキャンナイト、ガードしかない、しかし動いたところに当たる。で49ヒット取って、コパン一瞬待って、春風ブレーキは乗ってなかったが、さあしっかり見ているジャンプ中パン。さあこれで大将ブランカ、さあ置き攻め電撃、そしてあの体力がどこまで減らずにこのさくらを殺すのか。 OK、 どうしゅんぷゲージが溜まっていく。さあ馬がまだ粘る、しゅんぷでゲージ回収、ちょっと反撃出なかったが問題はない。さあしゅんぷ当てて確定、ブランカのガーキャンで潰せないんです。そしてしっかり50ヒット、ドッパン、ドッパン壊し証券、中段上り強気はガード。さあこれはもう完全に PV になってしまいそうですが、中堅ベガ対ブランカ、さあ馬ベガは引きこもる、そして最後ヒット、最後は中堅決めて称号制の権利は馬が獲得。馬さん燃えて大丈夫？称号制